さあ始まりました、教えて神保町質問トーク。よいしょー、モーガンプリーマン。モーガンプリーマン。神保町質問トークとは、神保町所属メンバーがお客様からの質問に答えてトークをしていく企画です。事前に我々ナイチンゲール男性の質問をお客様から募集しました、質問を送っていただけた皆様ありがとうございました。ありがとうございました、たくさん質問が来たので早速質問に答えていきたいと思います。やっぱり僕はアグモンが好きですかね。それもあのポケモンじゃなくてなんデジモンね。それあごめんなさい、デジモントークしちゃいました。頼むよ、俺ポケモンの方が好きなんだから。あ、じゃあポケモンの話しましょうか。あ、ポケモンの話して、ポケモンの話してもダメなんで質問が来てるから、質問に奇跡的にポケモンがないとポケモンの話はできません。はい、早速いっぱい来てるので、ね、はい、読んでいきます。あ、くれたんですね、ありがとうございます。はい、いやそう言いました何回も質問が来てますって言ってます。実感しました。はい、おサイジンナオオ好きな、おそらく縦読みしてるじゃん。僕の方にカンペないからわかんないけど、あ、横に読むのかこれ。おそらく縦読みしてるでしょ。おサイジンナオスややじゃなくて、やっぱみんなあの敬意を表してくれてるから、うん、お二人とかお互いとかが多くなっておばっかになってました。嬉しいですね、うん、嬉しいですね。これは嬉しい誤算。嬉しい誤算。はい、お互いの好きなところ、嫌いなところはどこですか。好きなところ、中野中での好きなところですか。うん、いい意思がないところですね。あ、はい、全部したかって言われるんで。はいはいはい、金髪にもしたしね、うん、してって言ったら、まあ、金髪っていうか、まあ、ミルクティーなんですけどね。ね、意思っていうか、まあ、エゴが、あの嫌なエゴがないのでね。ああ、嫌なエゴね。はい、ないですね。まあ、ヤスさんのいいところは、はいはいはい、エゴが強いことですね。あ、嬉しい嬉しいね。そうですよ、だって俺たちエゴでつながってるから。エゴでつながってますからね。エゴでつながろう。え、それ何、エゴで遊ぼうみたいな。エゴで遊ぼうみたいに言うな嫌いなところとかあるの。嫌いなところはやっぱ体が弱すぎるかなめちゃくちゃ体弱いから、ね、ヤスさんやっぱり、うん、その前日とかに体調崩して、うんうん、でしかもなんか、うん、なんでかわかんないですけど、その沼津とか行く前日によく体調崩すんですよ神保町とかじゃなくて、うん、分かんない、その時が、ね、印象残ってるだけかもしれないですけど、あ、沼津行く時に体調崩して僕が一人でネタをやるみたいな、うん、急遽一人でネタをやるみたいなことが何回かあったんですよね、はいはいはい、だからもうね1ヶ月前ぐらいに僕無限大で相方が急に来れなくなった時用のピンネタライブっていうのを出させてもらったんですけど、うん、もう何回もやってるから余裕でした。本当だなこの問題やったことあるだ、うん、そうそう真剣ゼミお二人が使っている眉毛アイテムを教えていただきたいです。あ、僕らあの二人とも眉毛描いてるんでね。あ、そうだ、今も描いてますね、はい、なんていう名前だっけな。あ、知らずに使ってるの。いや、そのもう色とかで覚えてるから、色と形で、うん、色だけで覚えたら全然ポスカとかもありえるそうです。その色ってそういうことじゃない。その色、そういうことじゃないでしょ。あのペンの色じゃなくて、あのパッケージの色とか、うん、あ、そっちの色、そうそう、それで覚えてるから。僕メイベリンのブラウンの2番使ってます。だ、違うけど、なんか貸してって言ってますよね、うん、だから全然使えるから、うん、うん、なかなかって覚えてないの。今持ってないの。今メーカーとかも覚えてない。なんだっけな、マジで分かんないな。自分が使っている眉毛描いてるとこのメーカー知らないの結構珍しいよ。え、なんだろう、うん、いや多分出ないよ、うん、うん、ペンテルかな。ペンテルだったらお前ボールペンとしてたらそんなの合ってる。あ、多分、まあ、そう記憶メーカーか。ぶん投げすぎだからペンテルってボールペンで合ってんのか、うん、筆記用具、筆記用具で書いちゃダメだよ。でも俺がもうポスカで出したから本当に知らないから苦しくなっちゃった。うん、でもなんだ、オレンジ色のペン使ってたな。そう、オレンジ色のやつ、オレンジ色のやつです。シュウ上村みたいな感じ。え、シュウ上村誰ですか。あ、いいや、じゃあじゃあいいや、うん、あ、それそれそれ、あ、あ、すごい、車が貸してくれた。脱線取り方デジャビュー。ああ、はいはいはい、ステイナチュラ、うん、E1、うん、アイブロカッコアイブロウペンシル、うん、グレイッシュブラウン。グレイッシュブラウンで書いてるんだ、ナカルティンって。うん、多分そう、車と同じだったらそう。あ、そうなんだ。でも形はこれ、色はわからない。ちょっと、ね、シュウ上村かと思ったわ。誰もう誰とか言ってたら一生当たんないから。これ人じゃないってこと。人じゃねえだろお前。次、
お二人の惹かれる女性のタイプは、まあ好きな女性のタイプみたいなことですね。ああ。僕はもう風邪ひかない子。あ、自分体弱いですもんね。まあかもしれない。本当にどんだけさ寝なくてもさ、うん、全然元気な子っているじゃないですか。はいはい。そういう子にはもうすごい惹かれちゃう。なるほどね。うん。まあ背高くて笑わせてくれる人かな。ダサ。もうそんなこと言う芸いないよ。そっか。笑わせてくれる子がいいの。なかなかでも笑わせるにはどうすればいいの。何で笑うの、中で言って。いやもう何でも分かりますよ。変。何でも分かりますよ。何でも笑いますよ。何でも笑いますよ。あ、そう。はい。ちゃんと振りがあって、ボケてくれれば何でも笑いますよ。ついに振りボケ考えてる子いないよ、日常生活で。いやでもね、いやじゃあ今まで笑った体験とかどれだよ。どれなら笑うのよ、女の子が言って。あーはーと笑ったやつ。あ、女の子が来て笑った体験。うん、うん、うんうん。なんかね、こうデートとかしてて、うん、で傘を忘れちゃったんだけど、こう雨がパーって降ってきて、二人とも忘れたとか、あ、そうそう、はい、雨がパーって降ってきて、うん、でちょっと走って、うんうん、レストランまで行って、うん、入って、あ、なんか濡れた雨の跡がハートみたいになってるね、はっ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 は、これですかね。すごい夢ふわじゃん、お前の夢ふわの笑いじゃん。サンリオとかの笑いだそれ、多分シナモンロールが笑う時なんですよ、これとかはね。あ、そんなんでいいんだ。まあなんかね、こう大笑いはしないですけど、幸せな気持ちになりますよね。あ、確かにね。その傘なかった時、ちゃんとさ、お前がいつもやるさ、うん、あれこれ誰も使ってないのかなって言いながらさ、傘持っていくやつ、あれやったじゃん。やらない、やらない。無限大ホールの時さ、あのさ、余ってる傘をさ、うん、普通に持っていけばいいのにさ、うん、あれこれ誰も使ってないのかなって誰も聞いてないのにわざわざ言ってさ、保険かけて持ってったじゃん、うん、あれやった、いっぱい余ってる時ね。うん、そうそう、あれやった。その時やってないよ。あ、傘忘れちゃったね、走ろうか。保険かけるのやってないの。うん、あれ誰も使ってないのかなって言わなくてもいいやつ。劇場にあるやつは、うん、昔自分が置いてったやつも入ってるから、うん、そうやっていいでしょ。いや、じゃあそういうことじゃなくて、うん、あれ誰もこれ使ってないのかなっていう、あの保険、うん、入れた。みんなやるでしょそれ。傘保険入ってる。みんなやるでしょ。傘保険入ってるよね、お前、うん。いや別に言わなくてもいいんだよ。持って帰っちゃおうかなって言ってとるやつね。いや別に何も言わず取ればいいのよ、別に、うん、持ってっていいんだから。いやそれはなんかやっぱ、うん、その一緒にいる人も、うん、はい、僕確認したからねっていうのをやりたいから。実はあの時も一人だったのよ。一人で誰も見てないはずなのに。え、マジ？いや、だから言ってんじゃん。意味わかんねえじゃん。だからえ、こいつ誰に対して保険かけてんだろうってずっと思ってたの。一人でずっと言うから。意味わかんねえじゃん。おはようございます。あ、よろしくね。普段こんな感じなんで、うん、可愛い後輩芸人がいたんでね、うん、普段こんな感じだから普段こんな感じじゃないですよ。そんな言われたくないだろうけど普段ずっとこう。おです。地元吉本漫才劇場でのライバルは誰ですか。え、ライバル、うん、だから昨日の自分以外でってことですよね。かっこいいな、やっぱお前は。でも確かにそれだよな、うん、昨日の自分以外に見当たらないよな、うん、ってことは答えとしてはどうなるんだろう。まあ、昨日の自分以外には見当たらないですけど、うんうん、まあやっぱ強いて言うとしたら、うん、満腹ユナイテッド可能ですかね。そうなの。だいぶ楽屋で仲いいけどね、はい、仲良すぎて、あの平場で絡んだ時は面白くなったこと一回もない。そうだって仲良すぎるから、うん、2人だけで世界が完成しちゃうからね。そう、うん、だから、うん、そのそういう意味でライバルっていうか。あ、なるほどね。そうなった時に、うん、早くどっちかで笑いを取れるようにしたい、うん、あ、そういうことか。そう、切磋琢磨してます。確かにそれはいいライバルだな。ヤツさんいますか。いや、もうライバルでしょ。いや、難しいね、これね。うん、難しい。だってみんなライバルみたいなもんじゃん。まあね、うん、特にとかもないけどな。そうか。いやでも本当にああそうだ、うん、あ、でもヤツさんはそのあの可愛がられのライバルとして、うん、田辺さんから可愛がられのライバルとして坂寄さんの子供みたいなライバルっていうのありますよ。確かにね。坂寄さんの子供がさ、田辺さんからだいぶ可愛がられてるからさ、うん、これ危ないよね。田辺さん一押しの座が危ないってなんですか。ちょっといずれバトルしたいね、田辺さんの息子さんと。田辺さん、息子さん、田辺さんの息子さんじゃないです。え、田辺さんはあの子供いないです。え、違うの、はい、あ、なんだ、田辺さん子供できたのと思った。違います。あ、坂谷さんの子供か。坂谷さんの、ね、坂谷さんの子供でちょっと一回バトルしたいね。うん、あ、それはじゃあライバルかもしれないです。それライバル、はい。ナカルティンさんが、たとえヤスさんに頼まれても断ることはありますか。あ、ないな。うん、なさそうです。うん、
お二人が一番好きなネタは何ですか？自分たちのデート。多分そうでしょ。まあ、お尻で書き順かな。俺もお尻で書き順だな。好きだったテレビ戦士誰ですか？テンカリン。あ、テンテレのテレビ戦士か。うん、誰だっけな。でも名前一番残ってるのは、うん、ド・ラングザン・ノゾム。いたっけ。それ結構、テンカリンの後？そんくらいじゃないですか。ド・ラングザン・ノゾム、うん、覚えてねえな。おはようございます、お願いします。お皆さんお願いします。すいません、嘘つけ。おせめちゃくちゃ元気じゃん。皆さん嘘つかないで。普段こんな感じですからね。流れてんさんが金髪にしましたが、染めている最中の心境が聞きたいです。あ、確かに僕が普段行ってる、あ、そうね、水道橋の、うん、とこで染めましたからね。なんか本当に今何をやってるかが全く分かんないんだよな。その染めたことなかったから。そうです、染めたことなかったでしょ、うん、で今ブリーチ3回当てた状態で、そうそう、でブリーチ3回当ててミルクティー色、今の色を入れるんだけど、うん、普通にブリーチ3回当てた状態の時怖くなかったの？ただのマッキンキンだったの。怖かった。もしかしてこれで完成なんじゃないのって、うん、ちょっと笑った笑った。確かに金色すぎて。お前がさ、ブリーチ3回当ててさ、うん、全然痛み感じなかったじゃん。痛み感じなかった。で、店員さんがすごい褒めてて、うん、すごいです、3回で痛み感じないなんて、僕なんて1回だけやっただけですごい痛いですよって言ったら、うん、お前、あ、弱っちいですねって言うのやめろよ。俺が普段お世話になってるさ、美容師さん初対面だろお前。いや、仲間せようとしてる。お前初対面の時にさ、弱っちいですねとか言うなよ。あとあれね、なんか手分けして時間なかったから、うん、手分けしていろんな人が手袋をつけてナカルティンのミルクティーを染めてくれた時に、あ、そうそうそう、あ、なんか死体解剖みたいですねっていうのやめろよ。凍りついてたからね、空気がピンときてない。黒い手袋こうやってやってさ、誰もさ死体解剖の現場見たことないからダメだよ。あ、そうか、うん、弱っちいですねと死体解剖ですねって一緒にしちゃダメだから。僕はそれを思ってました。はい、ナカル、ヤスさんはオールバックを卒業する予定ありますか？いや、ないですね。そう、オールバックと一緒に焼かれて死にます。ヤスさんが卒業ってなんだ。卒業とかなんですか？オールバックをやめるとか、はい、卒業って言ってるんですよ。卒業って言ってます。あ、そうか。はいはいはい。じゃあそのなんかオールバックの単位とかがあるって思ってるんですか？ある、あるでしょう。はいはいはい。その過程が、過程があるってことでしょうね。お互いが思うそれぞれの武器は何ですか？お互いが思う、なるほど。僕が思う中野ナカルティンの武器、うん、ナカルティン側思う僕の武器みたいなことですか？うん、ナカルティンの武器ね、あ、それやっぱり夢不和だよね。夢不和、やっぱ夢不和だから、それだよ。それどういうこと、夢不和って？だからその見ててるだけでは楽しいってなるからね。あ、なるほど。それがだいぶでかいよね。うん、うん、はい。まあ僕は夢不和なんですけど、うん、安さんは現実ガチガチですね。ドライとかでいいじゃん。現実ガチガチ、真逆だな。あ、なるほどね、夢不安の真逆、現実ガチガチ。ああ、いいですね。じゃあもう本当に狭間だ、もうここで時空が歪んでるわけだ。いや、そう、夢不安と現実ガチガチの間で、うん、本当大変で、中間にいる人誰なんだろう、ここにいる人って。夢不安と現実ガチガチのちょうど中間にいる人って誰？うん、ええー、あ、ございます、お願いします、ママさん。はい。なんかするって俺、ママさんかもしれない。ママさん、マジでママさんちょうどよくない、うん、ママさん見た目とかね。見た目は夢風だし、でも言うことは言わないとドライなこと言うし、うん、ママさんかもしれない。確かに。コンビ名の由来、あ、これはだってパッて流れてなんかちょうだいって言ったらすぐ出てきた。ああ、そうか。なんか嘘で考えたような、コンビ名の由来。俺たち普段永遠と多分この質問されるんだろうなに対して、うん、答えを持ってたんですよね。ああ、何でしたっけ。例えば、え、あれどっちがネタ書かれてるんですか？あ、お互いお母さんが書いてます。これをすごい速度で言えば受けるから、これを全部考えたの。そうだそうだ、なんだっけ、なんだっけ、質問なんだっけ、これコンビ名の由来。コンビ名の由来なんだっけ、なんかあったよね、いろいろ、うん、今考えるか。うん、あ、そうだ、フランス語で虹っていう意味ですとか、そういうこと。フランス語で虹、はい、誰のコンビ？ラルクアンシルです。めっちゃいいじゃん、それで行こうぜ。ナイチンゲールダンスさんって、はい、コンビ名由来とかあるんですか？あ、フランス語で虹っていう意味です。あ、フランス語で虹っていうんだ。そうなったら終わりだった。そうなったら終わりじゃん、誰か知ってないと。
それで行こう。正解それです。そういうことですね。座右の銘なんですか。僕は、開口一番。中川流れてます。天井低下、優雅独尊。それですね。もし1日だけ相方を変えてネタをするなら誰と組みたいですか。ヤスさんのお母さんかな。俺もナカルティ のお父さんかな。何でその後それでやりたいな。ヤスさんのお母さんやっぱねめっちゃ優しいんで、うん、LINE 知ってるんですけどね、はいはいはい、この前もあのなんかね2人でやってるラジオの中で、うん、なんか僕の運が悪いみたいなね、はい、ノリになったじゃないですか。はいはい、僕のなんか最近、ね、運が悪くて、ね、このコンビはヤスさんの運がいいから、うん、今んとこなんとかなってるみたいな話をしたら、うん、それ終わった後すぐヤスさんのお母さんから LINE 来て、うん、確かに家賃、まあヤスさんのことなんですけど、家賃は運がいいです、なぜなら中野くんと出会えたからって。素敵だね素敵じゃないの僕のお母さん、いいこと言われたね。それと全く関係ない、なんかお酒持ってる写真やっぱ母ちゃんあるある、あのスタンプおかしいってのはあるよね。最後です。これは神保町メンバーの誰にも負けない、俺が神保町ナンバーワンだと言えることは何ですか。これだけは負けないぞっていうことは何かありますか。小田さんのモノマネ、これはもうね本当に似てるから、うん、こんなとこで披露したくないな。ちゃんと舞台で毎回受けるから。もうそうあとはあのサブスクに入会してください。小田サブスクないって小田上田、小田さんの本当の舞台だったらもうこんなもんじゃないからね。声量もっと出せるから。あ、確かに、ぜひぜひ、うん、僕はリアルなこと言っていい、うん、初めての台本渡されて、うん、速攻読める。うん、文章。あー、なるほどね、うん、確かに難しいですもんね、初めて。そう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 、それはマジで正直だって多分あの他の人とより上手いんだろうなと思うのは、うん、例えば一番1行目読むじゃん、うん、読んでる時発生する時、うん、もう3行目見てんだよ。だったら噛まないじゃん、わかる。どういうことですか。ほらもう俺天才なんですよね、もうわかんないじゃん、わかんない、みんなもわかってないから。いやそういうことなんですよ、だからそれはありますよ。噛まないじゃん、どういうこと。読んでみていいよ最初の文字から。さあ始まりました、教えて神保町質問トークって言ってる時に、うん、もうその、うん、送っていただいた皆様ありがとうございましたを見てるってことですか。そう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 、だったら噛まないじゃん。そこがわからないです。だから一回読んでるから。そういうことか。そうそうそう、このリアルタイムで一文字ずつ読んで、うん、ただ噛む、口に出すと噛むってことか。そう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 、あ、なるほどね。そう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 、あ、じゃあもう僕もできますね MC でいやそれが難しいって言ってんだ、はいはい、僕はもうその最後を読みますしね一行目の時点でエンディングから、エンディングから困るよお前いきなりエンディングから見出したら。さあというわけで、こんな感じでね、質問たくさんありがとうございました。教えて神保町質問トーク、そろそろお別れの時間です。単独ライブが28日ありますので、はい、5月28日よろしくお願いします。お願いします。次回は誰の質問トークが見れるのかお楽しみに。神保町公式 YouTube チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。拡散、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。